上がりやすい教科ランキングっていうのがあるんですが、もう間違いなく難しいのが数学ですね。コツコツ勉強のコツ。本日は重要用語を覚えることで理科と社会で高得点を狙おうということでお話していきたいと思います。手っ取り早く成績を上げるにはどうしたらいいのでしょうか。得意科目って言われても、どれも好きじゃないし得意なんてならないって思ってる人多いんですよね。でも実は最短で成績上がる教科ってあるんですよ。得意科目があると、勉強に対する気持ちが前向きになるので、ぜひ得意な教科ってのを作っていきたいなということで、こんな動画を作ってみました。成績が上がりやすい教科ランキングっていうのがあるんですが、もう間違いなく難しいのが数学ですね。かかる時間が圧倒的に長いです。で、それからやっぱり英語で国語ですね。本読みたくないなっていう子は、やっぱなかなか国語上がりにくいですよね。それから理科で、最後が社会ですね。この社会と理科っていうのが、なんで成績上がりやすいのかっていう話をちょっとしていきますね。で、なぜこの暗記教科と言われる社会と理科は成績が上がるかというと、数学と英語は前につまずくと、もう次の授業がわからない、そのわからないがずっと続いてしまうんですね。だからそれを克服しようとするとすごく時間がかかります。で、暗記教科っていうのは、理解して覚えるっていうことをその日始めたら、そのどの単元からでも分かるようになるんですね。あとは、一人で勉強が進みやすいってのも大きいと思います。英語とか数学の問題ってなんでこうなるんだろうっていうのが、分からないまんま、そっから先進まなくなっちゃうんですよね。でも、暗記ってどんどん一人でやっていけるので、そこも大きいかなと。と、早い子で1ヶ月ぐらいで、遅くてもね、3ヶ月もあると、この暗記教科って伸びてくるので、本当に効果得られると楽しくなるので、暗記教科かなというところでお話ししていきます。じゃあ、この用語暗記のやり方なんですが、使うのは一問一答問題といって、一つ問題があったら一つ答えがあるというやつですね。で、実際に自分がどれぐらい解けるのかというテストをやって、それに対して、間違えたところを印つけたりとか、用語調べたりっていうのをやっていくんですが、実際にやってるところを見てもらった方が早いと思うので、ちょっとご紹介していきます。例えば、まずこの奈良時代に関する歴史の問題ですね。これ4つの問題を自分でテストしてみたら、こういう答えになったとします。で、これ答え合わせをちゃんとしていくと、こんな感じなんですね。2つ間違ってます。で、この2つ間違ってるものっていうのに、印をつけています。これ、正しいという字の1画目を入れます。で、これをつけた上で次にするのが、用語調べです。で、この用語調べは、教科書が一番おすすめなんですが、ちょっと難しいという人はインターネットでもいいかと思います。で、自分がわかる言葉で、間違えてしまった用語の意味をこういうふうに書いてきますね。で、じゃあ、これをやった上できちんと暗記して、2回目のテストをします。で、今度また答えてみると、こんな感じになったとしますね。で、じゃあ、これも答え合わせします。答え合わせの結果、もう2つ目の問題だけはまた間違えてしまいました。なので、この2つ目にはこのように正しいという字の2画目をつけます。こうやって自分が間違えた問題が何かというのをきちんと把握しながら問題を解いていきます。で、これ2回目のテストは、もう自信があったら間違えた問題だけ解いてもいいかなと思うんですけども、最終的にテスト前なんかはこのようにして一度全部解き直しっていうのをやった方がいいなというところで、これがだいたい8割ぐらい覚えれるぐらいかなっていうところまでやってもらえるといいです。で、このテストをして、答え合わせをして間違えたら印をつける、用語を調べる、暗記をしてまたテストをする、これを繰り返していくわけなんですけども、さっきも言ったその8割というのはですね、パレートの法則っていうのがあって、8割の結果には2割の労力で済むんですけど、残りの2割っていうのは、そのさらに8割の労力だから、すごく時間がかかっちゃうんですね。でも、1個も用語覚えてない状態よりは、8割覚えてたらすごいと思うんですよ。で、まあ、さすがに用語なので8割から9割ぐらいは頑張れるといいんですが、どうにも覚えきれないものは何回も繰り返す方が覚えやすくなるので、そのぐらいまで覚えたら次の用語を覚えるっていうふうにして、これを回していきます。
はい、でまたこの用語調べっていうのをですね、ちゃんと教科書でやると国語の成績が上がりやすいなっていう傾向があるんですよ。でどうしてかなっていうふうに考えたんですが、教科書読むっていうのをきちんとすれば、やっぱり文章を読む力がついてくるんですね。この文章を読む力っていうのは、意味を理解する力、それから読む速度が単純に上がってくるので、国語のテストの問題がちゃんと時間内に解けるようになったりします。あとは調べた言葉を文章にするっていうのがその用語調べ。先ほどのこれですね、自分でこの言葉、教科書から丸写しじゃなくて拾って、つないで作るんですよ。そうするとこの文章をするにする力って、ね、やっぱ作文力なので、その作文力も向上しやすいなっていう効果が得られます。なんで一石二鳥でなかなかいい方法かなと思うので、単純に暗記するっていうよりはちゃんと意味を理解できるところまで手間をかけた方が他にもいい効果あるよって思っていただけるといいです。はい、で大体の目安なんですが、受験生向けの用語としては理科で150から200語ぐらい、社会は300語ぐらい暗記していくと、なんとも点数が上がらないっていうところから脱し出るかなという目安ですね。定期テストとすると、もうちょっと量が増えてしまう、細かいところも出るので、でも、ワークなんかで一問一答のページ、そこを先ほどの方法でしっかりやってもらったら、定期テストも、今の社会とか理科得意教科になってくるので、ぜひやってみてほしいなと思います。はい、この得意科目を作るっていうのは勉強に対する気持ちが変わってくると思うので、ぜひ一度試してみてください。ご参考になれば嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。